どうも、ベンです。4月15日16日の2日間に、ベアが主催するイベント、グリプラ広場を開催するんですけども、そのイベントのね、準備日2日目ということで、組み立てたレイアウトを紹介したいと思います。まず今目の前に映ってるのはですね、準備日初日にね、ある程度組み立てました、常設レイアウトというふうになりますけども、こちらの方はね、まあ、組み立てが、まあ、ちょっと苦手だなとかっていうふうに感じる方とかでもね、遊べるようにということで、こんな感じで常設のレイアウトを用意したんですけども、組み立て準備日ね、初日はですね、ちょっと緑青レールがですね、青い直線レールが不足しまして、緑のね、エコレールの直線を使ったりとかしてましたけども、とりあえず全部青に変えました。こんな感じで、であとはですね、こういう風な感じで車庫を置いたりとか、まあ駅をね、組み立て初日はなかった駅を入れたりとかしましたね。こんな感じで車庫で、豪華のね、ちょっと大きめの車庫を置いたりとか、こんな感じで かっこよくないですか。ここね、レイヤーちょっとお気に入りポイントです。でここにもグレーの車庫を置いたりとかで、ここにもね、で信号所があったりとか、あとはここにね、外側の、伏線2路線をね、鉄橋を入れてみました。こんな感じで、伏線の鉄橋ってかっこいいですよね。こういう風に。でこれがですね、持ち込みの、まあ、常設レイアウトという風になります。いやー、今回かっこいいと思います。ベアン、ほんとね、ここの、ベアンにしては本当この車両基地なかなかかっこよくできたかなとは思うんですよね。はい。で、準備日2日目はですね、ここのレイアウトの完成と、あとはですね、見て楽しんでいただくようにということで、展示用のレイアウトの方を組み立てております。じゃあそちらの方のね、展示用レイアウトの場所の方に行ってみたいと思います。はい、目の前に映ってるのが展示用の、機関車トーマスのレイアウトになります。こんな感じですね。ちょっと前にですね、ほんと先週かな、1週間ぐらい前に、機関車トーマスのレイアウトをね、ひとりプラレールタイムで組み立てたんですけども、まあ、ほんと1週間ぐらいでまたもう一つね、トーマスのレイアウトを組み立てるというふうにはなるとは思ってなかったんですけども、まあ、急遽ね、やっぱり展示用のレイアウトを用意したいなということで、組み立てました。で、今回はですね、なんと、組み立て開始が2時だったかな。で、16時、まあ、18時か、6時までになんとか終わったので、なんとかこのね、レイアウトを4時間で組み立てました。まあ、4時間で、まあ、組み立てれたのはなかなか、ベアン的にはすごいかなとは思うんですよね。で、ナップフォードステーションを中心に、あそこから6線出てます。で、こう、向こう側の方にドキドキマウンテンに行ったりとか、レンガカーブ行ったりとか、あとは下の方でね、こういう風にぐるーっと U ターンで帰ってくる。でぐるーっと向こうに行って、ナップフォードステーションに帰ってくるというコースとか、あとはグラグラ吊り橋が3連続くやつとか、っていう風な感じで、レイアウト組み立てております。で、こっちの方は、まあ、機関庫ですよね。で、なるべくね、こっちの方から、機関庫の中が見えるように、ちょっと機関庫の向きをこっち側に向けました。でここからだと子供がね、遊びに来てくれた子供たちが機関庫の中で休憩しているトーマスの仲間たちを見れるかなと思い、こっちに向けたんですけども、いや結構いいかなと思いますね。で給水場があったりとか、でそこのね、ドキドキマウンテン、グラグラ吊り橋と2色のグラグラ吊り橋ですよね。こんな感じ であとバッタンブリッジ、まあ、ベアン得意のね、3連3連を分けて、今回は向きを別にしてますけども、なかなかいい感じになってるかなと思います。で、あとは、どこかな、アーチ橋の2連とかかっこいいですよね、なかなかああいうのね。こんな感じで。で、これが全部で8車両か。で、ここのナップフォードステーション、新しい方のね、あと2路線があるので、これで全部で8路線あります。で、まあ、これもね、ここになぜか、なぜ置いたかというと、ナップフォードステーションから出てきた向かいにね、ナップフォードステーションが見えるとなんかちょっとかっこいいかなと思ってやってみたんですけども、まあ、これね、ちょっと全面展望を楽しみな感じです。で、こちらは基本展示用のレイアウトになるので、まあ、なるべくね、お子さんたちに触れないような感じになってしまうと思うんですけども、まあ、基本はね、多分そんなに壊れるような作りはしてないので、ちょっとぐらいなら触っても大丈夫かなとは思ってます。どうせね、ここのナップフォードステーションのね、ストップレバーとか多分、つついて遊んでもらうことになるとは思うので、まあ、ここぐらいなら大丈夫かなとは思います。いやー、このレイアウトを4時間で組み立てたのはちょっとベイアン的にも意外でしたね。
もうちょっとかかるかなとか思ったんですけどね、まあ、この前のね、あの一人プラレールタイムでの、あの組み立て経験というか、まあ、あれがあれから1週間しか経ってなかったのが良かったのかもしれませんね、本当ね、やっぱり感覚なんですよね、感覚というかコツというか、そういったのが取り戻して若干だけど取り戻してたのかもしれませんよね、でこんな感じで本当ちょこちょこね、一人プラレールタイムとかでも、まあ、機関車トーマスのレイアウトだったり、あの常設レイアウトのような感じでいろいろ組み立てていけたらなとは思います。本当レイアウトを組み立てるスキルの幅が本当広がると思うので、これは本当いいですね。会場を借りてでもやるっていうのはね、車両基地もね、作る感じが今回のトーマスの方もだいぶ変わってきたと思うんですよね。まあ、実際に何て言うんですかね、車両基地を見に行ったりすると、まあ、イメージがさらに膨らむかなとは思うんですよ。で、例えば鳥取県だと本当車両基地って西鳥取車両所と、あと米子駅のところの五島総合車両所ぐらいしかないか、あと法規大戦かにあるので、まあ、そういったところを Google マップとかで見て勉強するっていうのはありかもしれませんよね。まあ、実際ね、米安今回 の、 向こうの常設レイアウトの方に関したら、まあ、つい最近見に行った宮原 の、 総合車両所をちょっとなんとなく真似した感じで作ったりとかしてるので、やっぱり実物を見たりしてイメージして車両基地作るとかっていうのはありかなとは思いますね。はい、こんな感じですかね。で、一応ここがね、展示用のレイアウトの部屋になってまして、まあ、このドアを開けていただいて、こっちですね。こっちの部屋がですね、ここが、まあ、自由にプラレールが組み立てれる、まあ、広い場所というふうになります。なので、今回のグリプラ広場、常設用の持ち込みレーンというか、その走らせて遊ぶ場所と、自由に組み立てれる場所と、あと見て楽しむ場所というふうな形で3本立てのイベントになっております。で、あとここにね、このステージのところにプラレールタイムのジュンさんがですね、 N ゲージのレイアウトを展開して、まあ、日曜日15日かな16日かの方に、N ゲージの運転体験ができるようになったりとか、まあ、あとやすしさんかな、ツイッター名がやすしさんだったかな、が HO のレイアウトを組み立てたりとかして、ここに本当ちょっとリアルな鉄道の世界が鉄道模型の世界が広がるかなと思います。なので本当2日間を通して鉄道の模型化を、まあ、思いっきり楽しめるイベントになってるのかなとは思います。まあ、こんな感じのイベントって鳥取県で本当ないので、まあ、これを今後も続けていきたいなと思います。まあ、できる限りね、たくさん の、 子どもたちに楽しんでいただけたらなと思いますので、もしこの動画を見られて遊びに行きたいなとか思われた方がおられましたら、ぜひぜひ中山温泉の方に遊びに来ていただけたらなと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。